日焼け止めになってるみたいで。皆さんこんにちは、伊藤千秋です。アロハということで、今、私はハワイにいるんですけど、ハワイ の、 セフォラ、コスメとかスキンケアがすごい売っているお店セフォラに、この間行ってきて、ちょっとお買い物をしてきたので、今日は、そこで買った購入品を皆さんに紹介したいと思います。そんなに買ってないんですが、まずはじゃん、これ私も初めて見るパッケージで、ビタミン入ってて良さそうみたいな感じで思ったから買ったんだけどさ、スーパーグープ、スーパーグープのスティックですね。これね、グロースティックって書いてあるんですけど、まあ、SPF が50入ってるってことで、まあ、日焼け止め、まあ、日焼け紫外線にね、いいんだろうなと思って購入したもので、スティックに開けてみようか、開けてみよう。ほら見て、スティックになってるの。これがね、日焼け止めになってるみたいで、なんかこんな風に多分塗れば、塗っても全然そんなテカらないし、すごいテクスチャーもね、サラサラだから、手を汚さずに日焼け止めを塗れるっていう優れものでございます。なんかメイクもね、上からでも使えるみたいで、なんかお直し用とかに日焼け止めとして持っておくとすごい便利かもしれない。あとはこれがね、私今髪色こんなに結構明るいじゃないですか。で、自分が日本から持ってきたヘアオイルがなくなっちゃったので、セフォラで買ったんですけど、これはでもみんなも日本でも見たことあると思うんですけど、オラプレックスのヘアオイルを買いました。結構ね、ハイトーンにしたりとか、傷んでる髪とかにこのオイルいいんですよ。いい匂い、なんだろう、ちょっとフルーティーな感じでね、甘い匂いがしてね、香りもとてもいいです。こんな感じのオイルになってます。ちょっと今日何も本当につけてないから、ちょっとしっかりつけとこう今の髪の毛ね、つけてもつけてもすごい吸収するんですよね。ハイトーンにするのはいいけど、ちょっとちゃんとケアもしていかないと髪が本当に死んでしまうので。お、ちょっと潤った髪の毛が、この辺のバサバサさんが治りましたね。ということで、ヘアケアも買いました。続いてこれ、ザ・プロフェッショナル、これはバームになるのかな、まあ、もうそれのまあミニサイズを買ったんですけど、これ何がいいかって、なんかね、毛穴をどうやら埋めてくれるらしいんですよ。あ、かわいい、かわいい、お、すごい声でした。こんな感じのテクスチャーになっていて、ピーナッツバターみたいな感じで、これをなんかそう、こういう、お、すごい、本当だ、なんか毛穴が消えていく、わかります、なんか消えたよね。しかもなんかサラサラ、おー綺麗になった。こんな感じでね、ポツポツ、まあ、毛穴とかを隠したいときに使うと消えます。そしてすっごいサラサラなテクスチャーなので、ちょっと触り心地気持ちいい、ね、続いてこちら、あ、ちょっと見づらいね、ミルクメイキャップ。ここすごいパッケージが可愛いと思って、ついなんかリップバームとかも買っちゃいました。日本では手に入らないのかな。オーバーナイトリップマスクとかも書いてあるから、多分なんか夜つけておくと朝唇がいい感じよみたいな、そんな感じなんですかね。こんな感じになってます。結構こっくりなバーム、これ夜につけとけば朝プルプルだよ。夏とか意外と乾燥しちゃうからさ、唇がね。だからこれを、こういうのもつけておこうじゃないですか。私も日中
このなんか中央部分が乾燥するのでここにつけとく。うん、もっちりしっとりで、これがねすごい気になったんだよね。これはハイドレート英語が読めないよ。でも気になったの。でもねこれ保湿の保湿バームみたいな、だからまあメイクする前の方がいいのかな。クリア、これなんかいろんな色があって、ブルーとか、あとファンデーションみたいなヌーディーな色もあったし、ピンクとかもあったし、多分それぞれ色によって用途が違うと思うんですけど、私が買ったのはこのオイルっていうねなんかやつで保湿をすごいしてくれるみたいです。蓋がついてる、ちょっとみんな気をつけてください。こんな感じでこれもねくるくる回してバームみたいに出します。オイルだ、くる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 、すごい。オイルスティックだけどすごいオイルみたいな、なんかナチュラルにさ艶出ししたいときにここに仕込むといいかもね。ほっぺの高いあたりとかね、多分ここがほらナチュラルな、なんでヘルシーなこうナチュラルなこうそんな感じかしら。面白いね。それであんまりこうファンデーション塗らず、なんか下地からんことも添えちゃうといいんじゃないかな。日焼け止めとかそういうのとかではないので気をつけてください。あとこれも買っちゃいました。じゃん、ドクターザイオンムラード。これはアイマスクで、なんかねこっちに来てからやっぱり乾燥が、私もともと乾燥肌なんですけど、それ以上になんか乾燥がすごいなと思って、特になんかね、まあ、保湿剤とかたくさん持ってきたんですけど、ちょうどアイクリーム忘れちゃって、いいんじゃないかと思って買ってみました。こんな感じで目の下に貼るとなんかこう水分補給もしてくれるし、潤してくれるということが書いてあったので、こちらを夜試したいと思います。ということで次、これ最後です。これはレジに置いてあったセフォラのオリジナルになるのかな、オリジナルのスキンケアの、これもまあアイマスクね、アイマスクで、まあ、ビタミンいっぱい入ってて、なんかアロエのマークがついてたから、今日焼けした肌にいいんじゃないかと思って買ってみました。ビーガンなのでね、皮膚吸収にも優しい感じになっております。そうだ、言い忘れたけどさ、一番最初に紹介したこのスティックも確かねビーガンとかで、で海とかにつけていってもその優しいよ、環境にもすごい優しいよっていう、そんなことが書いてあったので、ああね、こういうね。ということで皆さんいかがでしたか。セフォラでね本当にもともとすごい品数あったんですけど、私は今回こちらを選びました。ちょっとまだまだハワイには滞在するので、またねお買い物とかしたらみんなに伝えていきたいなと思うので、楽しみにしていてください。そしてもしよろしければ高評価の方とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。